疲れ様です。お疲れ様です。格闘ブラザーズです。よろしくお願いします。さあ今日はですね、はい、第28、29で行われる、はい、バンタム級トーナメントの16名いるじゃないですか。16名いますね、はいはい、そっから勝ち上がる8名予想していきません？いいっすね。まずね、第1試合、はい、第1試合朝倉海対渡辺修斗。ここはね、硬いでしょ、はい、海選手でしょ、はい、まあ、朝倉海の方が、うん、ちょっと頭2つぐらい抜けてるんじゃないかなと。もう打撃で圧倒する感じですかね。うん、ちょっと差があるかなって感じですってことで、はい、朝倉選手の勝ちと、はい、勝ちと、うん、はい、で、2試合目、はい、これはメインですね。石渡慎太郎対井上尚弥、はい、メインですね。ここはね、難しいんですけど、はい、まあ、井上尚弥選手が勝つんじゃないですか。今の勢い、うん、今の勢いといい、うん、まあ、あの元矢からあっさり1本取った感じといい、うん、まあ、石渡選手がちょっと怪我明けで、はい、まあ、1年以上ブランクがあるんで、それ結構ハンデですよね、まあ、うん、ブランクがあって一発目が井上尚弥が厳しいんじゃないかなってことで、井上選手の勝ち上がり、はい、勝ち上がりで、はい、はい、で、3つ目が、はい、これもいいカードね、はい、元矢勇気対岡田亮、はい、これ難しいですよね。難しいですね。なんなら、ね、トーナメントの中で一番難しいかなと思うんですけど、うん、はい、まあ、どっちか勝ってどっちか負けるのが格闘技なんで、まあ、そりゃそうですね。ここはもうライジン初期から支えてくれた、はい、元矢の判定勝利、はい、判定勝利、はい、岡田選手ね、はい、シュートの現役チャンピオンなんですけど、はい、めちゃくちゃ強いんですけどね、ここは元矢が意地見せるんじゃないかなと、はい、結構僅差で勝つですね。元矢選手の勝ち上がり で、はい、で次ね、扇久保博正対、はい、春日井寒天武史。これはどうですか。ここはね、7年前に1回やってて、うん、はい、まあ、7年も前なんで、はい、参考にはならないんですけど、うん、確かに、まあ、扇久保が、うん、まあ、勝つんじゃないかなと。判定ですか。まあ、1本取ってほしいですけどね、うん、春日井選手も結構タフなんでね。なるほどね、うん、まあ、扇久保が勝ち上がるかなと。じゃあ大木久保選手の勝ち上がりで、はい、はい、まあ、ちょっとキャリアが違うんでね、うん、やってきた相手とか、まあ、近況の相手全然違いますもんね、はい、ってことで大木久保の勝ち、はい、で次が、はい、金太郎 VS 伊藤久弥、はい、金太郎でしょ、言ってくれるでしょ、もう勝ってもらわんとね、はい、金太郎が勝ち上がれば、はい、絶対このバンタム級トーナメント盛り上がるんで、絶対盛り上がるっすね、はい、うん、ここは金太郎が、はい、もうしばき回してくれると思うんで。なるほど、はい、これどう、相手選手どうなんですか。相手選手は、はい、まあ、伊藤久弥選手、まあ、ブレイブ所属なんで、はい、まあ、武田浩二選手とか、はい、まあ、芦田選手、沢、うん、本選手、はい、そのあたりの結構強い選手とね、一緒に練習してて、ちょっと不気味っちゃ不気味ですね。で、ブレイブの代表が、はい、まあ、宮田和幸さんで、はい、まあ、ちょっといろいろ金太郎対策を練ったりとか、うん、まあ、ちょっと不気味な存在ではあるんですけど、はい、まあ、もうそんなの関係なくね、うん、まあ、金太郎がぶっ飛ばすと思うんで、金太郎の勝ち上がりで、次が、はい、滝沢健太 VS、はい、今成正勝。これね、はい、滝沢選手勝ってほしいんですけど、まあ、個人的には勝ってほしいですけどね、今成選手は本当に怖いですね、はい、もう足換10段の、はい、足関節取ったらもう終わりですか。もう決めちゃいそうな気がするんで、もうインタビューでもね、うん、会見でも、はい、もう全員決めますと不気味な一言をね、あの表情が不気味ですよね、またね、もう超ベテランなんで、まあ、年齢的にはね、もうめちゃめちゃ差あって、うん、まあ、滝沢選手は若いで、はい、今成選手はもう40超えてるんで大ベテランですね。まあ、ここはね、期待も込めて、はい、滝沢健太、滝沢が勝つと、打撃で勝つと、まあ、滝沢の勝利 OK です。はい、はい、で次が、はい、倉本和真対、はい、アラン・イヒロ・ヤマニハ。ここはね、うん、倉本選手が勝ちます。倉本選手唯一の負けが、はい、まあ、シュートの現役チャンピオンの岡田選手、はい、まあ、あとは全部あっさり勝ってるんで強いですよね。この前の試合もね、大晦日でもね、はい、あっさり勝ってますし、はい、まあ、ちょっとね、アラン選手、はい、まあ、盆栽充実のね、なんか結構触れ込みがね、あって、どうなんかな、サトシソウザとか、はい、クレベル小池とか、うん、と同門で、まあ、パンクラスの1位までなった人なんで、めっちゃ強いですね。強いんですけど、はい、ここは倉本選手が、うん、もうジャーマンでぶん投げてくれると思うんで、なるほど、はい、派手にね、倉本選手の勝ちで、うん、はい、でこれ最後ね、はい、大塚選手対シアン選手、はい、おー、ここね、うん、まあ
はっきり言うと、はい、まあ、大塚選手が判定で勝つんじゃないかな、はい、判定ですか、うん、まあ、シアン選手に何もさせず、まあ、タックル行ってテイクダウンして、はい、そのままズルズルいいとこなく塩漬けにされると、うんうん、大塚選手のペースで行くんじゃないかなと思うので、はい、まあ、シアン選手一発あるんでね、まあ、この前のね、うん、試合みたいにね全然ひっくり返せる力はあるんですけど、はい、しかもね、大阪大会に振り分けされて、はい、まあ、応援団も結構来ると思うんで、まあ、気合入るでしょうからね、うん、まあでもここはね、うん、ベテランの大塚が勝ち上がるんじゃないかなと、うん、なるほど、じゃあ大塚選手の勝ち上がりで、はい、で、そんな感じで、はい、まあ、おさらいすると、はい、まず1人目が朝倉海、はいはい、で、2人目が井上直樹、井上直樹で、3人目が元谷優樹、はい、元谷優樹、4人目が大木久保博正、はい、で、5人目が金太郎で、6人目が滝沢健太、はい、で、7人目が倉本和真、はい、で、ラストが大塚隆文、この8選手が勝ち上がると、はい、出ましたね、ブラザーズは予想するんで、めっちゃいいっすね、はい、まあね、どんどん、はい、うん、いや、こうじゃないかとか、うん、まあ、いろいろ意見あるでしょうからね、意見あるんでね、はい、どんどんコメントをしてもらって、うん、はい、まあ、この格闘ブラザーズチャンネル盛り上げてもらえたら嬉しいんで、はい、まあ、どんどん、うん、コメントよろしくお願いします、よろしくお願いします、それとよければ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、じゃあ今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。